が良しとしてないペーパーデザインやアクションの差をお客さんには勧められないし、まあ、自分が一番のユーザーだと思ってますんで、やっぱりそれが一番自分にも正直だし、お客さんに対しても正直でいられる。だから自信を持ってこのアクションですっていうふうに言えるっていうのはあります。これをなりわいにしていく上で自分に正直でいたかったんですよ。それにはマスが住んでるところに自分が行って毎日のように釣りをして竿のテストをして、でこれが自分の竿ですっていうふうにちゃんと言いたかったし、2013年からアメリカに通い始めてたんですね。モンタナに僕が尊敬するロッドデザイナーがいて、でその人の工房を訪れた時に丘の上にその工房も立ってて、ロッキー山脈が見えて、その時に見上げた空とこの上富良野の空が一緒だったんですよ。それで、うん、ここに住むことにした。魚が水面を流れる昆虫とか捕食対象のものを水面まで食べに来る、こういうライズっていうんですけど、その、ライズをする魚を今探してます。まあ、水面にできるわずかな波紋だったり、鳥もその水生昆虫が水中から上がってきて水面で、羽化して飛び立っていくものをを狙ってますんで、鳥がこう騒ぎ出した時はだいたいライズが起きるサインですね。ライズを取るっていうのが僕のやり方なので、とにかくライズを探す、でライズするまでじっとしている。だからライズしなかったら竿を出さずに帰る時もあります。一番長かったのは6時間ですかね。僕はそのバンブロットビルダーである前に釣り人なので、やっぱり狙ったライズをかけて、で5分以内にランディングするっていうのが僕の中で、まあ、釣りの美学としてあるので、それを達成できた時はもうすごく嬉しいですし、僕の竿を使ってくれているユーザーの皆さんからそういったコメントとか、まあ、動画だったり写真を送られてくると、その時はもうすごく嬉しくてたまらない。